おい、早う撮影するぞって。何油売ってんねん。いや、油が高値で売れてるから。リッターいくら？終わりみたいな会話ええって。いくらで売れたの？売り上げ折半やぞ。油の売り上げで、そっから所得税がどんだけ持ってかれるかで決まるけど。俺、何撮るかも決めてないのにカメラつけたわ。知ってるって。だから何お前油売ってんのって。メタンけ？リッター500円。高っ。何の油売ってん？メタンガス。はい、どうも、はすきるです。はい。なんかまあ前回田植えがどの子も言ってこざいとった。こざいてたけど、あんなもんがギター鳴るわけないんよ。逆にな。今回はね、もうちゃんと鳴るものでね、ギターの弦交換していこうかなと思ってるんですけど。なんでギターの弦交換してんのって思ってる人多いと思うよ。なるほどな。なんか最近パスキル登録した人って、うん、なんでギターの弦この人ら交換してんやろっていうのが抜けてると思うよ。あ、確かに。そこの説明してなかった。そう、その説明もせんと、今日はこの弦に変えたいと思いますって。何を言ってんの？お前らは一体何を言ってんのって話。それじゃあかんわ。それじゃあかんやん。それはちょっとね、世間は許してくれやせんよ。世間は許してくれやせんよ。なんか初めて見る人、そりゃ登録もせえへんし、わけわからんこと知るやん。そうやな。だからちょっと説明しておきますわ。そうやな。まずね、ギターの弦っていうのがあるわけですよ、世の中に。世の中に。ただ高いんですよね。高いな。あ、それ安いとこで買えやね、ブックオフみたいなとこで行ったら。ブックオフ。ギター入門の本が売ったるわ。20円くらいで。ハードオフ。あ、ハードオフ。まあ、安いとこを探していっぱいありますよ、ギターの弦みたいなもん。アマゾンとかでポチポチしたらね、うん、まあそれでも1個400円ぐらいはしますよ、安くても。高いのになるともう2000円とかね。そんなね、高いもんを日本人にね、うん、買わせるのはもうこれは変えていかなあかん世界だ。そんな高いもんを使ってギターの弦行くなら、もっと俺らがギターの弦にある安いものをね探していこうというコンセプトをもとに、はい、俺らは今までギターの弦いろいろ変えてきてる。そういえばそうやったな。そう、初心を忘れて。初心忘れたよ。だからこの間買ったタウエアミ、あれ200円ぐらいですわ。200円多分4回ぐらい買える。そうやな、4回分ぐらいあるから。ただ音が鳴らへん。致命傷や。致命傷や。やから、違うもんを探そうと。そうやな。で、何だから考えたんですよ。じゃあ、ほなどうするかと。なあ、聞いとんねん、こっちが。お前らがどうにかせえや。どんな俺らばっかり。こうやってお前ら YouTube 見ながら油売りやがってよ。お前んとこの油一体いくらや。俺らの油高いぞ。高いぞ俺らのとこのは。ってことでね。今日は油売ります。油売ってこ。じゃあ油の原料を入手するところから始めなか。じゃあブラジルに行こうかと。ブラジルで腐った木から抽出したいから。そうやな、うん、え、見とんねん。何も喋ってないで、まだまだ油の話しかしてないや。そうやって、まだブラジル行って油抽出する話。じゃあ行こうか、ブラジル。ほんならとりあえず俺、あのブラジル行ってくるわ。ああ、ブラジル行ってくる。うん、ああ、ブラジルで油吸ってくるわ。ブラジル行ってきた。おかえり。油吸うできた。油吸いに行ったんやけどさ、おもろいもん見っけたからちょっと見てくれ。何それ、めっちゃおもろいんやけど。ギターの弦見っけた。これです。誰のドレッドヘア取ってきた。これブラジルの観光大使の後ろドレッドを引きちぎった。ちょっとこれ紹介してきて。紹介してくるわ、うん、はい、ということでね、皆さんこんにちは。あ、ズロー。はい、ということでね、今回ね、ギターの弦となるものをね見せていきますよ、はい、せーの、ドーン。だいぶドレッドや。ドレッドヘア。これ何なんすかね。シェロナワ。なんかこれシェロナワって書いてますよ、多分向こうの方では。向こうってブラジル。ブラジルではドレッドヘアって読むやろな。でもまあ観光大使のね、人がね、観光大使の人なんて名前やったの。シェロ。
今日はね、これをね、ギターの弦にしていきますよね。はい、ということでね、このね、シェロのドレッドヘアをね、ギターの弦に交換して、これがもし弾けたら、これはもうブラジル行って、シェロから髪の毛もらってくるだけで、これギター弾けるってことやからね。旅費いくらぐらいブラジル？これ300円。往復300円。往復300円って言ってたよ。言ってた。誰が？ニトリが。ということでね、タイトルコール行きましょうよ。行こうか。うん。おしタイトルいきましょう。はい、ということでね。はい、ということでね。はい。これ前の何これタブーズな。これは、失敗やった。失敗やったうん。こうしたんジュース。キモこいつ、お前、大型やろ。俺うん。尾崎。悲しみの。大型超えて尾崎うん。それ超えたら、ビッグバン尾崎。ええから。それの上が、うん、一番上が、うん、インフィニティ尾崎。悲しみの。はい、ということでね、はい、もうこんなもんいらんのでね、とりあえず切っていこう。いくで、うん、マンディーヤ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 うわーマンディーヤこれなると思う。なんてなると思う。言うなそれを。今回マジでワンチャンある。まあギターの弦って言えるほどの細さじゃないけど、ベースの弦より太い。ベースの弦よりかは太い。太い方が頼もしい。ということでね、はい、このシェロ縄をギターの長さに切っていきましょうか。よし、じゃあ貼っていくよ。別にまた入らへんねんけど。入らん。ちょっとね、このブリッジの穴にね、まずこのドレッド入れなダメなんですけど、毛先荒すぎて入らないんですよ。どうしような。ちょっとトリートメントしてくる。え、どうしよう。それ用に俺らのギターはこれ穴が開いてる。そうやった、忘れてた。ここに通せばいい。完成。よし、行くで。うん、せーの、完成。これはだいぶドレッドよ。だいぶな。ちょっと短くて、うわすごっ、やばい、ネック見えへん。ちょっと見せてくるわ、うん、はい、ということでね、完成しましたので見せていきます。なんかプレーターみたいな。な、クルル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 ル。見て、マジでこれめっちゃドレッドちゃいます。プレーターもドレッドよな。な、カルルルルル。ここもネックとね、ボディもいい感じにドレッドしてますよね。でね、後ろっすよ、見てほしいのは。暴れてる、アミレター。はい、ということでね、はい、このドレッドですか、はい、早速引きに行きます。なるかどうかわからんしな。まだな。じゃあ行きましょうか。ジャンプする。そうやな、ちょっとインソイスに問いましょうかね、うん、せーの、うわー、いよーいしょー。もうほんでアタックアタックばっかりやしさ、もうそろそろ違うことしてほしいんやけど。アタックアタック以外にってこと？でもさ、アタックアタックってさ、うん、あのバンド俺らのバンドやん。もう俺らと言っても過言じゃない。だから自分らのバンド大事にしてこい。はい、ということでね、チューニングしていこう。勝手にしとけ。なんでやねん。こんなこと一人でしてたらもう正気の沙汰じゃないよ。なんか汚い。じゃあ、チューニングします。はい。あー意味ないんやって。お前出てきても。でも大丈夫。何巻いてんの。あがくな、あがくな。何が、何してんの。美容師免許取ろうしてんの。よく聞くんですよ、美容師の世界も厳しいと。何事もそうやけどさ、下積み時代注文があるやん。美容師はそれがよっぽどきついと。ああ、大変なんや。そうだから美容師の世界を元気づけていかなかった。どうやって。え、ギターにドレッド編み込んで。よし、はい、ということでね、チューニングできました。え、もう行っちゃっていいんすかね、音鳴らすの。いや、もうそんなん、そら見えてるしな、成功が。あ、そうか。うん、じゃあ、行きますわ。はい、行きます。はい。どこ行くねん。どこ行くの。あ、今の音でもう全然やる気そがれた。なんや今の音。わからん、わからん。え、キモ。
なんやな、ほんま、シャドウが。いや、わからんて。慣れさそうなギターに、その音。あ、そうか。うん。なってもない。やめよ、ギターの弦、他のもんに交換すんの。そやな、ちょっと潮時かもしれんわ。もうこんだけならんとな。まあ、でもさ、正直、なってるやん。うん、まあ、なってないことはないな。やろ？うん、ここから、なんか、うん、静電気みたいな音なってる。まあ、音出てるやん。まあな。成功じゃん。成功は成功かな。なってるかなってるか出たらなってる。演奏できるかできんか出たらできんな。いや、そんなことない。え、弾き語りしてみて。お前の母ちゃんギター作ってる。